ウィリアム・ピット、初代チャタム伯爵、初代チャタム伯爵、ウィリアム・ピット、1708年11月15日から1778年5月11日は、イギリスの政治家、貴族、1735年に、ホイックの庶民委員議員に当選し、政界入り、ウォルポール首相の軟弱外交を批判する高派若手政治家として、頭角を表し、 庶民院で影響力を拡大させた。1757年から1761年にかけて第二次入荷する公爵内閣でを務め、七年戦争を実質的に指導し、インドは大陸や北アメリカや西インド諸島などの植民地でフランス勢力を駆逐することに成功し、大英帝国の基礎を築いた。その後、首相、在任、 1766年7月30日から1768年10月14日も務めたが、首相時には大きな業績はなかった。通称大ピット。フランス革命戦争、ナポレオン戦争時の首相ウィリアム・ピット、ショー・ピットは次男である。1708年に王子主の庶民議員の息子として生まれる。オックスフォード大学トリニティ・カレッジや、 オランダユトレヒト大学で学んだ後、1735年に、庶民委員議員選挙に当選して、議会入りを果たした議会入りまで、保育党に所属したが、当時は保育党優越の時代であり、トーリー党が脅威でなかったため、保育党内で党派対立があり、ピットもロバート・ウォルポール首相の軟弱外交を批判する若手高派議員として活躍。 やがて庶民院で大きな影響力を持つようになった最初の野党期1735から1746。1746年にはヘンリー・ペラム首相の求めに応じてに就任し、続く第一次入荷する公爵内閣でも留任したが処遇に不満を抱き政権内から政権批判を行うようになったため、1755年に罷免されたペラム、 第一次入閣する校内閣陸軍支払長官、1746から1755。1756年に七年戦争が勃発し、その戦争指導の失敗で、入閣する公爵内閣が総辞職すると、代わって、デボンシャー公爵を、名目上の首相、第一、大倉卿、ピットを事実上の首相、とするデボンシャー公爵内閣が成立した。 デボンシャー公内閣南部担当大臣、1756から1757。国王ジョージ2世のハノーファー優先策に否定的だったため、一時的に罷免されたものの、ピットなしでの政権運営は不可能な情勢になっていたので、1757年6月には入閣する公爵と手を組んで、第二次入閣する公爵内閣を組閣することに成功し、同内閣に、 南部担当大臣として入閣、事実上の首相として七年戦争の指導に当たった、第二次入閣する高内閣南部担当大臣、1757から1761、最終任の経緯。ヨーロッパ大陸での戦いは同盟国プロイセンへの資金援助に止めて深入りせず、代わりに植民地でのフランスとの戦いに戦力を集中した。その結果、 インドア大陸、北、アメリカ、インド諸島などにおいてフランス勢力を駆逐することに成功し、後の世界最大の植民地帝国、大英帝国建設の基礎を築いた戦争指導と大英帝国の建設。しかし大陸での戦いはプロイセンの疲労で停滞し、1760年後半には国内で沿線気分が高まり、 同年10月に七年戦争の早期講和を目指す、ジョージ三世が即位したことで立場を弱め、スペインに対する戦線復刻の是非をめぐる、格内論争において、国王の長身ビュート伯爵に敗れて、1761年10月に辞職を余儀なくされた、辞職の経緯。ゲイア後、再び野党となり、ビュート伯爵内閣とグレンビル内閣を批判した。とりわけ、 クレンビル政権の植民地に対する課税政策に強く反対したサイドの野党期1761から1766政権の不安定が続く中1766年7月末に至って安定政権樹立を望むジョージ3世から組閣の大名を受け首相に就任したまたチャタム伯爵に除され貴族院議員に転じた しかしこの頃から病が深刻になり指導力を発揮できなくなり内閣はピットの意思に反して大植民地強行路線に傾いていきアメリカ植民地との関係を悪化させた植民地への重負担に反対するピットは閣内で孤立していき1768年10月に至って辞職を余儀なくされた大ピット内閣 1766から1768。ゲイア後、三度野党となり、グラフトン公爵内閣やノース教内閣を批判したが、同じ野党のロッキンガム公爵派と連携できず、それがノース教内閣の長期政権化につながった。1778年5月に死去。彼の派閥は、シェルバーン伯爵が引き継ぎ、また、チャタム伯爵位は、 長男ののが継承した、度目の野党期と、死去、から首相時の業績よりも第二次入荷する公爵内閣の閣僚期の7年戦争の戦争指導が最も高く評価されている平民出身で長く庶民議員だったため偉大なる平民と呼ばれた国王や貴族を部別してはばからなかったため国王ジョージ三世からは 反逆のラッパとあだなされた。党派を嫌っており、すべての党派を解体して、各党派の最良の部分を、自らが愛国首相として率いることを夢見ていた人物、評価。首相ジョージ・グレンビルの妹と結婚し、彼女との間に三男二女を設けた。そのうちの次男が、フランス革命戦争、ナポレオン戦争時の首相ショーピットである、家族、 1708年11月15日、庶民院議員ロバート・ピットとその5歳、ハリエット、旧姓ウィリアーズの息子として、ロンドンウェストミンスターに生まれる。王子主階級の出身であった。マドラス知事を務めたは祖父にあたる。祖父は、フランスの摂政オルレアン公フィリップ2世にダイヤモンドを売りつけ、13万5000ポンドの利益を上げたことで知られる。 イートン校を経て、オックスフォード大学トリニティカレッジやオランダのユトレヒト大学で学ぶ。大学卒業後、陸軍の第二騎兵連隊、後とのに入隊した。保育党貴族のテンプル家やグレンビル家との縁故で、政界進出を目指すことになり、1735年にから立候補し、保育党の庶民委員議員に当選。以降1747年まで同選挙区から、 当選した。その後、と選挙区を変えながらも1766年の助舎まで庶民議員に当選し続けた。陸軍は議会での諸女演説前の1736年に退役した。ピットが議会入りした当時、首相ロバート・ウォルポールの指導のもとに、ホイック党一党優位体制が築かれていた。トーリー党は、ウォルポールの巧みな政局運営や、 ジャコバイト扱いされたことで信用を落としており、慢性的な少数野党状態に陥っていた。トーリー党が脅威でないため、ホイック党はいくつかの党派に分裂しており、中には政権を批判する野党党派も出現するようになっていた。ピットも高派若手議員として、ウォルポール首相の軟弱外交を批判して活躍し、庶民院内で影響力を拡大させた。 また国王ジョージ2世の長男であった皇太子、フレデリック・ルイスに接近し、1737年から1745年にかけて皇太子の進出区内官を務めた。ジョージ2世から強硬派として懸遠されていたため、1742年2月に、ウォルポールが退陣した後の新政権に入閣できず、引き続き野党の立場を取り続けた。 オーストリア継承戦争をめぐっては、ハノーファー王国軍を、イギリスの負担で維持する政策を、ハノーファー優先と批判した。1744年に、初代マールバラ公爵ジョン・チャーチルの未亡人、サラ・ジェニングスが亡くなると、彼女の遺言により、ピットに1万ポンドと辞書が依存された。サラはウォルポールを毛嫌いしており、ピットがウォルポールに対して容赦ない攻撃をしていたのが、 爽快だったというのが異常の表向きの理由であったが、その鋭い警眼で、ピットに大英帝国を築き上げる素質を感じたためとも、言われている。ジャコバイトの反乱鎮圧後、ヘンリー・ペラム内閣は、議会での支持者拡大を狙って、ピットを政権に取り込もうとし、渋る国王を一門弱の末に説得して、ピットに入閣を要請した。ピットは、この要請に応じ、 1746年からペラム内閣のに就任した。ただこの官職はさほど重要ではなく、庶民委員における事故の重要性を意識するピットに、とって満足のいくポスト配分ではなかった。ペラムの死去後に成立した初代入閣する公爵、トマス・ペラムイコールホールズの第一次内閣でも、陸軍支払長官に留任したが、この頃までには、 ピットの不満は抑えがたいものとなっていた。1754年のは政府の勝利に終わったが、同年11月から召集された審議会では、ピットはヘンリー・フォックス、後の初代ホランド男爵と共に官職に就いたまま政府批判を展開した。1755年12月にフォックスが閣内大臣に就任すると彼とも絶好して野党活動を強化していった。 ちょうどその頃、入荷する公爵内閣は外交面で失態を続けていた。北、アメリカではフレンチ・インディアン戦争が勃発し、英仏が武力衝突したが、陸でも海でも敗北した。また1755年夏から秋にかけては、ハノーファーの安全を確保すべく、ヘッセン大公国やロシア帝国と条約して資金提供を行ったが、この政策は、 各方面から不人気だった。ピットはこれらを攻撃材料にして激しい政府批判を展開するようになった。ピットが完全に野党の立場に移ったことから入閣する公爵はピットを陸軍、支払い長官職から罷免した。1756年に入ると、イギリスとロシアの接近を恐れたプロイセン王、フリードリヒ2世、フリードリヒ大王がイギリスに接近し、 ウェストミンスター協定を締結。これに反発したロシア・オーストリア・フランスが接近を開始した。イギリス国内のフランス脅威論は高まり、1756年5月にイギリスはフランスに宣戦線復刻した。さらに、同年8月にプロイセンがロシア・オーストリア・フランスを敵に回してザクセに侵攻したことで7年戦争勃発した。 イギリス軍は、海戦場もなく英領ミノルカ島をめぐる戦いで、フランス軍に敗れ、北、アメリカでも敗戦を重ね、劣勢に立たされた。フォックスは、野党からの攻撃を恐れて、入滑する公内閣を見限り、庶民院内総務職を辞任した。フォックス以外で、庶民院員を統制できる実力者はピットしかおらず、入滑する公はピットに協力を要請したが、ピットはそれを拒否した。 そのため内閣は1756年11月にも総辞職を余儀なくされた。植民地の情勢に明るく、欧州大陸よりも植民地を重視するピットは、ハノーファーや欧州大陸しか関心を持たなかった、ジョージ二世とは大変仲が悪かった。しかし、ピット以外に、会期の迫る議会を乗り切れる、政治家はなく、ジョージ二世もピット中心の内閣の組閣を認めるより、 他になかった。ピットは財政の知識が乏しかったので、第一大倉卿、首相の座は第四代でボンシャー公爵ウィリアム・キャベンディッシュに譲り、自身はとして入閣し、戦争指導に集中した。この内閣は、デボンシャー公爵が、名目上の首相、ピットが実質的な首相であったと評価されている。ピットは愛国者として、 海軍力増強と植民地での戦闘に力を入れ、ジャコバイトの反乱の中心地になったスコットランドハイランドに正規軍の連帯を編成したり、民兵制度改革で国民の戦争協力の強化を目指したが、入滑する公爵を排除して政権に就いた経緯から議会の広範な支持を得られず、政権が安定しなかった。またハノーファー重視のジョージ二世と意見が合わなかった上、 他方で国王のハノーファー重視に一定の配慮もせざるを得なかったため、庶民院において彼を支持していた独立派議員からの支持も弱体化した。そうした背景から1757年4月上人をもって上ジ,ジ2世により罷免された。しかし更迭された後のピットは再び妥協をやめたので愛国者として人気を回復していった。結局ピットなしでは、 安定政権充立は不可能という情勢になり、入荷する校とピットが手を組むことになり、1757年6月末に第二次入荷する校爵内閣が成立、ピットは再び南部担当大臣として入閣した。この内閣では首相入荷する校が国王と議会の支持を確保し、ピットが戦争を指導して、庶民員の 独立派と国民の支持を確保する役割を担っていた。ピットは、今この国を救えるのは私だけだと語り、首相入荷する行に再面と向かって、理論を唱えたという。ピットは、初代アンソン男爵、ジョージアンソン提督を2歳任させ、エドワード・ボス公園、ホーク、ソンダースといった提督や、ジェフリー・アマーストや、ジェームズ・ウルフといった将軍を能力本位で起用した。 また戦争指導の方針としては、欧州大陸では同盟国プロイセンに対する資金援助を中心にして深入りせず、会場や北アメリカ大陸、インド等の植民地での退仏戦争に戦力を集中させた。就任直後には大陸でのイギリスとプロイセンは苦しい戦況にあったが、1757年11月から12月にプロイセンが ロスバッハの戦いやロイテンの戦いに勝利したため、事態打開の兆しが見えた。1758年4月には、プロイセンと第二次ウェストミンスター協定を締結して、同盟関係を強化し、イギリスはプロイセンに多額の資金を与えた。植民地における戦いも好調だった。インドでは1757年6月に、 フランスの支援を受けたベンガル大使を、プラッシーの戦いで撃破することに成功し、ベンガル地方の支配権を確立できた。また1758年12月には、マドラスの防衛にも成功した。北、アメリカでもピットが任じた軍人たちが活躍し、1758年7月には、ルイスバーグを陥落させ、11月には、デュケーヌ要塞を陥落させた。 1759年は奇跡の年と呼ばれ、イギリスの戦勝がさらに増加した。8月にはラゴス沖の海戦、11月にはキブロン沖の海戦に勝利し、フランス軍のイギリス上陸作戦を不可能にした。北、アメリカでは7月にはナイアガラ要塞、9月にはケベック、1760年9月にモントリオールを占領したことでフランスはカナダから、 駆逐された。西アフリカのセネガルでも勝利を収めた。これら7年戦争の植民地での戦闘の勝利で、名誉革命以来長く続いていたフランスとの植民地争奪戦に終止符が打たれ、イギリスはインド、北アメリカ大陸、西インド諸島を掌握。これらが後に世界最大の植民地帝国となる大英帝国の土台となった。 とりわけインドは東洋に大帝国を建設する上で重要な存在となった。一方でヨーロッパ大陸ではプロイセンの疲労により戦況が好転しなかった。この影響で1760年後半になるとイギリス国内でも沿線気分が高まった。さらに1760年10月25日にジョージ2世が崩御し、 その孫である22歳のジョージ三世が即位した。ジョージ三世は、長身大三代ビュート伯爵ジョン・スチュアートの影響で七年戦争の早期講和を望んでおり、勝利まで戦争続行を唱えるピットや、その影響下の入荷する子を嫌い、ビュート伯爵を閣僚に抜擢して、彼らを牽制した。また、ビュート伯爵は、 スコットランド貴族であり、上海にいずれにも議席も持っていなかったので、彼の大臣就任は、議会議員を大臣に任命するという長年の観光が破られた形であり、その点からも批判があった。1761年8月にフランスとスペインが同盟を締結すると、ピットはスペインにも宣戦布告すべきことを訴えたが、国王とビュート伯爵はそれに反対した。 首相入荷する校も財政が持たないことと国民の沿線気分が高まっていることを理由にスペインとの開戦には反対した。孤立したピットは1761年10月に辞職した。この時のピットの怒りは激しく、二度と後人として働きたくないと吐き捨てたという。しかしこの後もピットは庶民への巨大な影響力を有し続けた。 この後の5年にわたる政局混乱は、ピットの予測不能な行動によるところが大きかったと言われる。ゲイア後、組閣の対面を受ける1766年7月まで、再び野党の立場となったが、1762年から1764年にかけてピットは、通風が悪化して議会に出席することが少なくなった。そのため野党は強力な指導者を欠く状態となり、 分裂状態に陥っていた。1762年5月に首相入荷する公爵は辞職し、ビュート伯爵が代わって首相に就任したが、議会政治を危機に陥れて成立した。この内閣は当初より不人気であり、逆にピートはビュート伯爵と対比される形で人気を上昇させた。結局1763年4月にビュート伯爵は辞任し、代わって、 ジョージ・グレンビルが首相に就任した。グレンビルは庶民院議員であったものの、ビュート伯爵の影響力が強かったのでやはり批判が多い政権となった。ピットに近いジョン・ウィルクスが1763年4月に国王直後を批判し、それに対してグレンビル政権が一般逮捕状でウィルクスを逮捕したことに始まる、ウィルクス事件もこの時期に発生している。 グレンビル政権は1765年3月に植民地での歳入増加を目指して因子法を可決させたが、これはアメリカ植民地人から強い反発を招いた。本国には植民地に課税する権利があるというのは当時のイギリス政治家の主流意見であったが、その中にあってピットは当初より植民地への課税に反対だった。結局この因子税は アメリカ植民地人のイギリス製品ボイコット運動を招いたため、政権交代後に廃止されることになる。1765年7月には、グレンビル内閣が倒れ、ピットと同じく、グレンビル政権を批判してきた第2代ロッキンガム、公爵チャールズ・ワトソン・ウェントワース、ニューカッスル校の派閥の継承者が組閣したが、ピットは、同内閣への入閣を拒否した。 まもなく政権運営に行き詰まったロッキンガム公は1766年1月に再度ピットに協力を要請したがピットはこの時も拒否した。安定政権を望んでいたジョージ3世は1766年7月末にロッキンガム公を罷免しピットに組閣の対面を与える決断を下した。ピットは王子少女として内閣を引き、 一般に首相と見られる、役職第一、大倉卿には、第三大グラフトン公爵オーガスタス・フィッツロイを、就任させた。しかし、組閣の対面を受けたのはピットであり、また主導したのもピットであったため、この内閣は一般には、ピット内閣と呼ばれる。他に、財務大臣として、チャールズ・タウンゼンと、北部担当国務大臣としてが入閣した。閣僚の大半は、 前政権からの参加者であり、唯一のピット派の閣僚が、南部担当大臣として入閣した第二大シェルバーン、白爵ウィリアム・ペティだった。彼は後に、ピットの派閥を継承する。首相就任直後の1766年8月4日に、チャタム白爵に除され、貴族院へ移籍したが、これは、偉大な平民と呼ばれて人気が高かったピットにとって、人気急落と、 政権不安定化の要因となった。ピットはすべての派閥を解消し、あらゆる党派の最良の部分を内閣に生かすとしていたが、ピットの政権運営は、非妥協的だったので、もともと敵対関係のグレンビル派や、第四代ベッドフォード公爵ジョンラッセル派に加えて、接中的だったロッキンガム公爵派まで、完全に野党陣営に追いやってしまった。結局ピットは、党派解消どころか、 すべての党派を敵に回す格好になってしまった。またピットは、この頃から病気で体調を悪化させることが増え、政治に専念できなくなり、指導力を低下させていた。特に1767年春に、総鬱病を罹患するとほとんど政治的な役割を果たせなくなった。そのため内閣の政策は、元来のピットの主張と異なり、 大植民地強硬派閣僚に押し切られたものとなった。1767年夏には、財務大臣、タウンゼンドの主導で、タウンゼンド処方が制定され、植民地支配機構が強化されるとともにガラス、紙、茶、鉛などに輸入関税がかけられた。アメリカ植民地はこれに強く反発した。百六十七年末には、大植民地強硬派のベッドフォード公爵派が、 政権に参加してきたため、政権は一層植民地に対して高圧的になった。ピットやシェルバーン伯爵の植民地に対する恩恵な姿勢を支持する閣僚は減り、ついに1768年10月に至って、閣内で孤立したピットとシェルバーン伯爵は、辞職することになった。この後、グラフトン公爵内閣が成立し、ついで1770年1月末から、 長期政権となるノース教内閣が発足した。ピットはそのどちらにも野党の立場を取った。1770年代の野党には、ロッキンガム公爵派とピット派、その他の独立派の議員がいたが、ピットは政党、党派を嫌っていたので、彼の派閥はさほど組織だったものとはならず、組織的なロッキンガム公爵派より常に少数派であった。また、 ピット派とロッキンガム公爵派は野党共闘が取れなかった。ピットが州選出議員の増加を訴えた際にも国王の政治介入に腐敗の原因を求めるロッキンガム公爵派は賛成しなかった。さらに1770年6月にピットに近い政治家で議会外改革運動のウォルクス運動とピットの架け橋となっていたウィリアム・ベックフォードが死去し、 これがきっかけでピット派と議会外改革派とのつながりが失われてしまった。1771年春にはピット派とロッキンガム公尺派の議員が庶民民議場で衝突し野党共闘の目はなくなった。この野党の分裂状態を背景にノース共内閣は長期安定政権を維持することになる。アメリカ独立戦争をめぐっては自らが作り上げた。 植民地帝国の崩壊を恐れ、アメリカ独立に反対した、ロッキンガム公尺派は賛成であったため、両派の距離はさらに広がった。そのため戦争を遂行する、ノース教内閣は1778年3月に、ピットに政権への協力要請を行ったが、ピットの条件が厳しかったため、この交渉は決裂した。その直後の1778年4月、 貴族院議場で植民地維持を訴える演説をしていた際に倒れ、1ヶ月後の5月11日に、ケント州で死去した。チャタム伯爵位は、長男のが継承した。ピットの派閥は、シェルバーン伯爵が引き継いだ。首相時代の自席より、第二次入閣する公爵内閣期の七年戦争の戦争指導によって高い評価を得ている。 この戦争の勝利でイギリスは北アメリカとインド、アタイ陸からフランスを追って、覇権を構築し、世界最大の植民地帝国大英帝国を建設する基礎を築いたからである。平民出身のピットは、国民の声を聞けと国王に要求して国王から、煙たがられた。国王や貴族を侮別してはばからず、常時賛成や入荷する公に公然と立てついた。そのため、 ジョージ三世は、ピットのことを、反逆のラッパと、あだなした。長く平民、庶民院議員で通したため、偉大な平民と呼ばれて尊敬された。その反動で1766年に、チャタム伯爵位を受けた際には、批判にさらされた。彼の行動理念は、政党、党派を否定して、愛国王、初代ボリングブルック死者ヘンリー・シンジョンの概念ならぬ。 愛国首相になることであった。第四代オーフォード伯爵ホレス・ウォールポールは、できる限りあらゆる陣営から、優秀な人材を引き抜いて、すべての政党を瓦解させることが、チャタムの年代の意図であったと述べている。ルイス・バーンスタイン・ネーミアは、チャタムは、孤独な人間だった。自分と世間の間に垣根を設けていて、少数の者にしか、それを越すことを許さなかった。と論じており、彼が、 政党政治家になりたがらなかったのは、この孤独な性格に起因していたとも言われる。有弁家だったと言われ、同時代の第二代はピットについて、彼は独特の名跡で流霊な表現力を持っている。そして完成された有弁家であり、庶民員をいつも興奮させたり、魅了したりしている。彼は冷静で猛烈に積極的に慎重に対処するという、あらゆる素質を備えている。 彼は、現代人民の指導者であり、代表選手である。しかし愛国者のマスクの下に、暴君の先制的精神を秘めていると評している。しかし、手紙を書くのは苦手だったとされ、弁舌は、東大随一。だが手紙を書かせたら、東大最悪との評価も残る。文芸の知識は乏,乏しかったが、デモステネスとボリングブルック詩書の著書だけは目を通したという。 1754年、庶民院議員の娘、首相ジョージ・グレンビルの妹と結婚し、彼女との間に以下の5人の子供を設けた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。